マリータ・コッホは1970年代後半から1980年代前半にかけて活躍した東ドイツの女子陸上競技短距離走選手。活躍期間の長さと記録の結出度から史上最高の女性スプリンターとの呼び声が高い。女子400メートルの世界記録保持者でその記録47秒60は永遠に破られないとも言われる。コッホは 屋外世界記録を計16回、室内世界記録を計14回も更新している。1977年にイタリア・ミラノで行われた室内のレースで400メートルを51秒8で走り自身初の世界記録を樹立する。1979年には200メートルで女性で初めて22秒の壁を破った。 1980年モスクワオリンピックでは400メートルで金メダル1600メートルアールで銀メダルを獲得。また、1983年の世界陸上では3つの金メダルを獲得する大活躍を見せた。自己ベストは400メートルをはじめとして、口述の通りいずれも驚異的なものである。ただし、当時の東ドイツは組織的ドーピングが盛んであったため、 突出したパフォーマンスを発揮したコッホにも薬物疑惑が付きまとっている。マリタコッホ100メートルはマルリース・ゲールの10秒81に次いで当時の世界歴代2位で200メートルは女性では史上初めて200メートルで22秒を切るというものであった。また400メートルでは通算して7度も世界記録を更新している。 特に47秒60をマークした時には、2位のオルガブリズギナ以外の選手を完全に振り切り、3位以下の選手に3秒近い大差をつけての優勝であった。ありがとうございます。